え？取れたんですよね、多分。そうですよね。当たったの？松田さんが？6000円と2口だから1万。信じられない。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日はこちら。伊勢崎、群馬県伊勢崎市にある伊勢崎オートレース場にやってきました。はい。オートレース場ということはということで、今日はあのね JK さんの補助事業とかの私はアンバサダーをやらせていただいてますけど、やっといよいよオートレースに初めて大会を見に行って、まあ、今回はちゃんとかけて一攫千金を狙おうと思います。まあ、オートレース場がどんなところなのか、すごいね今ねめちゃくちゃ家族連れもたくさん来てて、私自身も初めて来て、もう今ワクワクしてるので、皆さんにもそのワクワクをお届けして、ぜひオートレース場に来ていただきたいなと思います。では行ってみましょう。今日は SG カップ SG 第26回オートレースグランプリ、今日は10日なので15日までやってます。じゃあここが、JK さんのその補助事業をやっているところの紹介であったり、ちょうどバイクの音がすごい、私の声は聞こえているのかな。そうで、その補助事業をやっている面白い補助事業やって紹介ブースなので、まあ、こういった伊勢崎市に対してどういうのをこうね提供しているかっていうのと、あとは中に福祉車両があるのでちょっと体験してみようと思います。こちらに来場された方、アンケート答えてなくても全員にあのノベルティグッズ、ハンカチとクリアファイルと配ってますんで、豪華。これも一緒に入れておきますので。ちなみに当たりは何か、何だか言えるんですか？当たりはあのオートレーサーの、クオカードです。すごい。ありがとうございます。ここって競馬もやってるんですか？競馬場外が買えます。あ、モニターで見るやつ。あ、そうそうです。はいはい。ギャラリーがある。ギャラリーに行こう。あ、トロフィー。へー。今の青山プロレース選手って言って、伊勢崎、今オートレース界のナンバーワン、現在の2022年前期の
ランクでナンバーワンの選手がここ伊勢崎所属なんですよ。でその青山選手が実際に使っているあのつなぎっていうこういうバイクっていうものと、あのレースの時にこれ勝負服っていうんですけど、これは青山選手だけがいるサイトナンバーワンのトラックが着られる勝負服、青山選手がこのデザインがいいって言って、あ、もうオリジナルなんですか。ナンバーワンの人だけ。これが前もね、SSP の時にちょっと見たけど、これがレース用のオートレーサーが乗るバイクになりますね。みんなそういうのなんか可愛いくしますね。これはちょっと全部赤っぽいんですけど、本当選手によって全部フェンダーのデザインも、リム、タイヤの中のリムの色とかも違うので、オートレース YouTube チャンネルがあるんですけど、伊勢崎オートの伊勢崎オートレースさんがやってるオリジナルなので、すごく選手からの目線のが多くて、本当にオートレースこれをきっかけに見て好きになる方も多いかなと思います。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。え、これここから見れるんですか。いや、見たい。あと5分しかないので、まあ、どうやって見分けるかは分かりません。どうやって何を見分けるんですか。エンジンとかなんか最近の成績を見て、あ、これ1位、5位、5位、5位、あ、そう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 。で、おすすめ、おすすめ、あ、じゃあ、高橋さんと景色にしますかってことで、はい、2連単でいいですかね。1着2着とか、はい、じゃあ2連単がこっちです。なんやこれ。500円にするじゃん。500円、車検もすぐ買えるし、レストランもあるし、ビールも飲めっちゃ。それが1000円でできるんですか。そうです、一般の方はめちゃくちゃ良くないですか。1000円でそんなに快適なら。おー
さっきの 100m 走はどこに書いてあるんですか？書いてない。3な思想タイムをこちらに書きました。はい、誰がいいの？16、19点。これはどういう、まあ、小さい方が早いよっていう意味になるので、この中で言うと13の人が比較的結構早い。え、7の人遅いじゃん。7の人はどっちかっていうとスタートよりも追い込みが得意。でも最近スタートも切れます。確かに。はい、じゃあ次10レース。あと当たったのも2レース、3レースしかないから、これでいきます。3連単が1個と適当なやつ、2連単が2個。はい、で全部ででも300円。もう1枚外れちゃったじゃん。え？取れたんですよね、多分。そうですよね。当たったの？松田さんが？6000多分2口だから1万。信じられない。主役が私じゃなくなってる。1万円札持ってます。本当に？信じられない。いくら3連単？あの人に教えてよ。信じられない。何円かけてそれになったんですか？200円。200円かけて1万2000円くらい。いやー、次、はい、11レース目。はい、これね、これで買いたいと思います。当たんなくてだんだんテンション低くなる。これね、はい、11レース目、こちらです。だってぼやけて映ってない。もう、7番の人が1位じゃなかったら全てが終わる、この件。これは YouTube を撮ってるんです。はい、追加で2、3の2連複を撮りました。7と2と3と4、2、3、4。7と2と3と4。いけ。あれ。わからない。あ、7、1、2、7。え、2と3 3? え、もうダメだ。もうダメだよ。すごい、全然ダメだ。172、誰だよ、7って言った人。え、当たったの？え、1？ 当たったじゃん。3連複、172だもん。当たってますね。はい、全部こんなに最後のレース、こんなに買いました。これなら当たるでしょう。どれかは当たってくれるでしょう。いやー、頼む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 頼
ってくれ。すごい、本当だ。もう自分が何を応援していいかわからないけど。そう、いっぱいかけすぎて、もうどれが誰かわからない。でも2位は絶対頑張ってほしいやつばかり。お、あ、ほら2位来た。あ、来た。あ、でも 6?6 はわからない。6、あ、286。あ、286。2、あ、でも黄色。あ、ほら5は違う。5は違う。286。あ、286。いや、あ、いいよ。いい。あ、違う。23頑張って。やばい、5はいらない。あ、5は来てはダメなの。2頑張って。君次第だ。全ては君次第なんだ。やばい。頑張れ2、最後頑張って。2頑張って。あー、やったやった、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、初めてのオートレース結果420勝ちまして、15日に最終戦の優勝のレースがあるので、ぜひ皆さん、めちゃくちゃ面白い、初めてでも難しいけど、でもかけることがすごく楽しくて、音もめちゃくちゃ外で聞く迫力があってすごく楽しいです。で、今回こういう風に皆さん、周りの人がかけたり私がかけたりしたものが、さっき見た福祉車両とかいろんなその事業のサポートに回っているので、そういう意味も含めて、楽しんで誰かの役に立ってっていうのをぜひ皆さんにやってもらえたらと思います。はい、ということで、この動画が良かったなと思っていただけたので、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録もよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。